皆さんこんにちは、まいこです。今日は余裕という言葉について勉強しましょう。余裕という言葉はゆとりや必要以上に余りがあることを意味します。大きく分けると4つの意味があります。1つ目は気持ちの余裕、2つ目は時間の余裕、3つ目はお金の余裕、4つ目は空間の余裕です。それでは実際どのように使うかご紹介しましょう。1つ目の気持ちの余裕。ねえねえ、明日の面接の準備はどう？たくさん練習したから余裕だよ。この宿題、今日中に提出らしいよ。え、そうなの？テストで頭がいっぱいで、宿題のこと考える余裕なかったよ。2つ目はお金の余裕。かっこいい車だな、いいな。え、マイコも車買っちゃえば？そんな高い車買う余裕ないよ。今日は好きなの全部おごるよ。え、いいの？パスタにオムライスに両方いいな。どっちでもいいよ。今はたくさん払う余裕あるから。3つ目は時間の余裕。あー、間に合うかな、大丈夫かな。大丈夫だよ。7時の電車に乗れば会社に着くのは余裕だから。じゃあ明日は8時に駅に集合で。え、8時だっけ？そうだよ、寝坊しないで余裕持ってきてよ。4つ目は空間の余裕。あそこの駐車場にこの車止められるかな。大丈夫ですよ、この車なら余裕で止められます。じゃあこの袋にこれとこれとあとあれとあれと全部入れておいてね。これもこれも全部入れる余裕ないよ。いかがでしたか？余裕の使い方、皆さんお分かりいただけましたか？たくさん使い方があって少し難しいかもしれませんが、日常生活でよく使う言葉なのでしっかり覚えておきましょう。それでは皆さん、さようなら。